離せ。僕は絶対に政府の言いなりにはならない。あなた、自分が言っていることが分かっているの？深刻な少子化を打開するための法律、国民総小作り法、これを破ることは許されないのよ。いやだ、コンビニ感覚で毎日小作りなんて。朝昼晩毎日3食の後に一番近くにいる者同士で小作りをする義務、これからは逃れられません。いやだ、僕は愛したたった一人の女性とだけそういうことをするんです。法律で決まっているんです。あなたは3年分3285回の小作りを滞納しています。そんなにできません。それじゃあ毎日6回すれば3年で返せるわ。頑張りましょう。嫌です、そんなにできっこない。相手が私でも、え、小作り滞納者のあなたのために私が派遣されたんです。あなたの趣味嗜好は調べがついています。で、あなたのドンピシャのタイプの私が選ばれました。あ、その私のことそういう目で見てたでしょ。いや、いいのよ。なんだかんだ言ってずっと私の胸元を見てるわね。いや、そんなことは。念のため、あなたが過去に見た動画履歴も調べました。え、年上の女性にいたずらされちゃうのがお好きなのよね。今日首相官邸であなたが興奮するシチュエーションを閣議決定しました。いや、そんな偉い人たちが決めなくてもいいです。ご無沙汰なんでしょ。だから政府の方針には。あれ、じゃあなんで毎日動画を見ているの？あ、愛する人の出現を。違うわよね。いつでも小作りできる世界、そんなコンビニ感覚の小作りじゃ興奮しなくなっちゃったのよね。違うんだ。捕まって無理やりに奪われたいのよね。ちょっと、それじゃまるで僕が高速好きのサレオみたいじゃないか。自己紹介ありがとうございます。違う違う、僕はそんなことではその気にならないぞ。では我が国が総力を挙げて調べ上げたあなたが去年リピート再生した動画ベスト3を発表します。いや、ちょっとやめてくださいよ、そんなことに国力を割くな。第3位、隣のお姉さんがベランダから誘ってきた、120回再生。いや、言わないで、たまたまお気に入り登録されちゃったの。第2位、毎朝ゴミ捨て場で会うお隣の奥さんが僕の部屋にやってきた、320回再生。ああ違う。第1位、わかった、もうやめよう、これ以上の恥ずかしめは。私今日から隣に越してきました、3000回再生。おい、白状したのに言うじゃねえよ。あなた1年で3000回って1日に何回見てるのよ。こんな恥ずかしめを受けて俺がやる気になるとでも思ったのか。では昨年のティッシュ消費量を。それも言わなくていいから。調べはついているのよ。わかりました、やりますから。あと私との子作りの様子は世界配信されます。やだ、え、なんで。最後まで子作りをしなかった男がとうとう子作りする様子を世界が注目しています。いや、それはお断りしますよ、僕のプライバシーですから。へえ、本当にいいの？捕まっていろんな人に恥ずかしい姿見られるの一番興奮するんだよね。それもバレてた。米軍が教えてくれたの。いや、ミサイル発射情報か。ある意味ね。では管理委員会に報告します。その後3年分小作りするわよ。はい。じゃ、国家を挙げてあなたのことを責めてあげるわ。ヒーヒー言ってね。いや、僕を恥ずかしめるだけで国家プロジェクトにしなくてもいいです。最悪アメリカのペンタゴンの協力を得て。大丈夫です、あなたの胸のロケットを発射するだけで僕なんか一コロです。はい、準備が整いました、今から実行します。わかりました、対応します。どうしたんですか？今急激な人口爆発が起きてるから、今から30年子作り禁止だって。やだー。